こんにちは、光の音楽グランドサウンズ光太郎です。本日は天然のですね、水の音、すごい大自然の中からポッドキャストを収録しているわけなんですけども、友人がですね、別荘を持ってまして、その別荘に今日はちょっと急遽お邪魔して遊びに来ているということで、マイクロフォンは EM158 の素子を AB 方式で無指向性でステレオ録音しています。さあ、というわけでね、今日は大自然の癒し効果についていろいろお話をしていきたいと思うんですが、何もですね、スマホも何も持ってきていないので行き当たりばったりのトークになってしまいます。でこうやってね、今大自然に来て、流滴吹いたりとか練習したりとかしてね、大自然と触れ合ってるんですけども、やっぱりね、森の中に入るとすごいこう、よそ者が来たってこう森たちがですね、こうバイブレーションするんですね、動くんですね。でサーチされてる感覚っていうのはすごいあって、大丈夫かと、こいつは大丈夫かみたいな、バーって虫も出てきて、蜂も出てきて、森林もざわめき出して、水の音もバーって盛り上がってきてですね、でやっぱりこう愛の波動を送る、ちょっと来させてもらいました、お邪魔しました、ありがとうございますというふうにですね、愛と感謝の波動を持ってすごい瞑想状態になると、さーっとこう虫も引いていくんですね。で森がこう受け入れてくれたみたいな瞬間がすごいあって、やっぱ大自然って面白いなって思います。で今日はその大自然の癒し効果についての話なんですけども、以前ですね、その森林、大自然の癒し効果っていうのはデジタル作品でも効果が同じように得られるよっていう研究があるっていうふうにお伝えしたんですけども、今はまた別の視点でちょっと研究してまして、それがハイパーソニックエフェクトというですね、超音波のお話になるんですね。で、超音波っていうのは基本的には人間が聞こえる波長範囲の外にあるものになります。人間のですね、波長範囲をはるかに超えた周波数っていうのが鳴ってるんですね。これは人間の耳では聞こえません。動物ごとにですね、聞こえるこの波長範囲っていうのは決まってまして、人間って結構ね、狭いんですよね。でそれ以外の波長範囲を超えた周波数っていうのは皮膚から吸収されるっていうふうに言われてます。なのでデジタルコンテンツであってももちろん癒し効果ある程度ですね、あるんですけども、やっぱり現場に来てこの生の大自然の力、エネルギーに触れるっていう、肌から吸収するっていうのは、これ重要なことで一つあると言えます。なのでこの大自然のですね、癒し効果をやっぱ完全に再現するためには、この超音波ハイパーソニックエフェクトっていうのをちゃんとですね、それに対応したマイクロフォンで測定をして、どのような周波数帯域になるのかっていうのをですね、やっぱ自宅で再現する。でこれってね、結構癒しの研究の最先端では昔から行われていることでですね、僕も最終的にクランクサウンズどういうブランドにしていきたいかって言いますと、高周波、ハイパーソニックが常にこう空間として鳴っている状態を作りたいなっていうのがやっぱり目標値としてあります。それが鳴っている空間っていうのはね、音聞こえないんですよね。何にも聞こえないです。で不快感も、ない、もちろんないですし、もちろん幸せな気持ちになるっていうのが一つあるんですね。で不快感っていうのがじゃあどういう状態なのかって言いますと、例えばその幽霊が出るような場所っていうのは、どんな周波数がその空間で流れているかっていうのは、これ結構明らかになってたりするんですね。やっぱり幽霊がよく出る場所っていうのはその周波数帯であるっていうケースが多いです。でということはですね、天使が存在する周波数っていうのはある種あるんですね。皆さんにやっぱり本当に幸せ、愛と調和の周波数っていう意味で言うと、やっぱり高次元のハイパーソニックエフェクトをご自宅に届けられるような世界を最終的にクランクサウンズは目指したいなというふうに思っています。ただですね、今これ 96kHz で収録しておりまして、皆さんにお届けする YouTube なりスタンド FM のポッドキャストでは 48kHz まで確か圧縮されるとは思うんですけども、それでもですね、一応ハイレゾ音源というふうに収録状態ではなっていますので、割とね、たくさんの情報、たくさんの音の倍音が収録されていると思います。こちらですね、この森林の音だけを収録した音源っていうのをクランクサウンズの YouTube チャンネルの方で流していますので、ぜひね、日常の BGM として使っていただければと思います。
もちろんハイパーソニックエフェクトはそれでは体験はできないんですけども、ある程度やっぱり森林浴デジタルコンテンツでも癒しの効果があるという研究が一つありますので、これは心理学的なところではあると思うんですけども、まあ効果があると思いますので、ぜひねご活用いただければと思います。さてこれからですね、夏休みが始まってね、皆さん森林浴行ったりとか、まあ別荘行ったりとか、お友達の別荘行ったりとかね、いろいろあると思うんですけども、まあ十分ですね、あの森に愛と感謝の波動をしっかりと送ってください。やっぱちょっとでもこう低次元の思考回路になってしまいますと、森はちゃんと反応しますし、木々はちゃんと反応してきます。なのでお邪魔させてもらいます、ありがとうございます、うん、で愛の思いで頭の中をいっぱいにしてください。するとですね、虫とか、蜂とか、ね、そういう、森の住人たちがですね温かく迎えてくれます。これ本当に体験するとね感動的な体験でございました。現在あの超音波、ハイパーソニックエフェクトなどについての情報をいろいろ集めながら、研究しております。で海外の方ではね、超音波測定マイクロフォンとかですね、超音波を発生させるスピーカーとかっていうのが、まあ、市販品ではあるみたいなんですけども、まあ、これもですね、パーツを組み合わせれば自分たちで作れたりしますので、まあ、試作段階とかもこれからエンジニアの友人とかと一緒にやってみたらな、やってきたらなとか思いながらね、考えています。ぜひ情報をお持ちの方はぜひコメント欄でね、共有していただければめちゃくちゃ嬉しいですし、クランスサウンズのボランティアスタッフとしてコミュニティに参加していただければ泣いて喜びます、よろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。本日は友人の別荘からお届けしました。